皆さんこんにちは日本を代表するゴルフスター渋野日向子選手が t o ジャパンクラシックに再び挑戦します健康状態が万全でない中での試合出場に向け彼女がどのように準備を整え復活への意思を固めているのかそして新たに導入した驚きの新パターンにはどんなドラマが隠されているのかさあ渋野日向子選手の情熱と挑戦を追いかけながら彼女の戦いの舞台裏を深く釣りしてみましょう 苦しいリリハビリと秋休みからの再起。韓国での BMW 女子選手権開幕直前体調不良を理由に欠場した渋野日向子選手その日彼女は早急に日本へ帰国し岡山の実家で静養を開始しました体の不調は一見怪我のように思えましたが実際には関節が曲がらないほど体がパンパンになり全身に痛みが走ったと語っています このの異常ななな症状に関ししして病院でで検査も受けまままたた。が、詳細な原因はわからないままでした帰国後もゴルフクラブに触れない状態が続き次の週のマレーシアでの試合にはもともと参加予定がなかったため思わぬ形で2週間の秋休みを過ごすことに最初の数日はぼんやりしていて体を休めることに専念しましたと語る渋野日向子選手は痛みと向き合いながらも焦らずに心身の回復を優先してきました この時刻開催のトト t ジャパンクラシックが彼女にとって3週間ぶりの復帰戦となります渋野日向子選手はこの大会に特別な思い入れがあると言いますメジャー大会も大事ですが日本で開催されるこのトト t は特別です日本のファンの前でプレーできる喜びをかみしめながら4日間全力でプレーしたいと語る彼女の言葉には日本での戦いへの情熱がにじみ出ていますしかし未だ体調が感知していない中で 薬のの服用が欠かせない状態でで挑戦でもあります新パター投入の決意と赤唐辛子マークの謎今回の復帰戦で渋野日向子選手は新たなパターを投入するという驚きの決断をしましたこれまで使用していたシグマニアンサーに似ているもののインサートが異なるプロトタイプのパターですピンのツアー担当者は表面が滑らかで転がりがさらに良くなるモデルとして渋野日向子選手のためにこのパターを提供したとのことです 実際、彼女は新パターの転がり具合を気に入り水曜日のプロアマ戦でもこのパターを手にしていますさらにこのパターにはネック部分に赤い唐辛子マークが施されていますこの唐辛子マークはプロトタイプパターを作成した職人のこだわりを表すものとも言われていますが詳細はまだ明らかになっていませんこのさりげないマークが渋野日向子選手のピリッとしたプレーを象徴するようにも思えてファンの間でひそかに話題になっています 体に負担をかけない練習とショーートゲームへの集中。体調不良からの回復途上にある渋野日向子選手は復帰に向けた練習でも体への負担を避け慎重な調整を進めてきました特にフェアウェイが柔らかいコースコンディションを考慮しショットの飛距離がまだ完全には戻っていないことからグリーン周りでのアプローチ練習に重点を置いています 10ヤード以内のアプローチを大切にしショートゲームでミスをカバーする力を磨いてきたと渋野日向子選手は語り調整期間を通じてショートゲームの精度を上げる努力を重ねてきましたこのリスクヘッジの考え方はまさに転ばぬ先の杖無理にショット練習を行うことなく試合での回復力を高めるための準備に集中していますこうした柔軟な対応と適応力こそが彼女が逆境を乗り越える鍵となるのでしょう 最終戦への切符をかけたランキンキグ争い。ベイツアーでの渋野ひな子選手の現在のポイントランキングは56位最終戦 CME グループツアー選手権に出場するためには60位以内を守らなければなりません今回の都道ジャパンクラシックを含め残り3試合で確実に順位をキープすることが彼女にとって重要な課題です 一打,一打をいいいがないように打ちたいというにに、ちたと決意胸渋野日向子選手はアメリカツアー3年目のラストスパートに挑みますまた彼女の26歳の誕生日が11月15日に控えており笑顔でその日を迎えるためにも自身の全てを出し切る覚悟で挑んでいますファンの皆様と共に歩む渋野日向子選手の未来渋野日向子選手の逆境に立ち向かう姿勢そして彼女が見せる揺るぎない意志は私たちファンの心に響くものです 完璧ではない体調の中限られた時間で自身のベストを尽くす彼女の姿に多くのファンが感動し彼女のプレーから勇気をもらっていることでしょう私たちもこの熱い投資とともに渋野ひな子選手が再び輝く瞬間を全力で応援しましょう渋野ひな子選手の一歩一歩が私たちの希望と勇気の源彼女とともにゴルフへの情熱を持ち続け渋野ひな子が再び栄光を手にする日を見届けましょう